はい、ガルモスリーやっていきたいと思います。久々ですね、ちょっとガルモスリーをやるのが。あくびしてる。この間までで、あれが終わったんだよね、あの3人じゃねえや。なんだったっけ。なんか5人ぐらい、ね、対処するやつ。うわ、キラキラめっちゃいる。また来たんだけど、これ何、無限？そんなことない？無限だったりする？ちょっと待って。そっか、じゃあ今回もちょっと、あの3人を、可愛くしなきゃいけないな。どうしようかな。ヘルがあたりにない？あの3人にふさわしい服。そうね。青よ、これ一応。ダメよね。うわ、これちょっと買っとこうよ。これ面白いよね。いや、わかんない。これ、でもこれ、タイトめのやつにするんだったら、ありだと思う。思ったよりスパンが早いのよね。彼女たちの店にやってくる頻度が。対応できてないよね、私がね。ここはダメだね。ダメだねってこともないんだけど。あずーさんになんかあるかな。あ、これありじゃない？黄色がないのよな。黄色。このタイプの黄色って、あるとしたら、チェリーベリーとかじゃないの？違うかな？ありそうだよね。チェリーベリー。さあ、来い。ない。ってなるとよ、ここ黄色は置いてない気がすんだよな。そうだよね、なんかよくわかんない色しかないね。ちょ、これ買っとこうか。あとどこだ。こういう服が置いてあるの、アップビートはないと思うんだよね。マーブルリリー、このテイスト一回やったからな。ね、さすがに同じテイストをやるのはちょっとつまんないかなっていう。先にだからキーコからやればいいのよ。そしたらなんかね、いや、あなたたち結構衣装変えてるわよ。何回目かなって感じよ今。待って、私がデザインすればいいんじゃない？それちょっと思った。ねえ。まあでも、そうね、デザインするのありね。さあ、黄色これだけです。じゃあこれでいこう。もうこれでいきましょう。はい。一番目立ってる、もう優勝って感じ。大丈夫これ。私がね、やっぱ唯一知りたいのはこの子たちのイベントっていうのはあと何回あるのかっていう。もしか無限だったらもうね、やるのやめるんだけど。いまいちね、わかんないからさ。だってか前回そのタイトめのやつにしたんだ。そっかー。ってなると、やっぱ3人は揃わないわね。そうね。やっぱこれかな。はい。だからこれ、キーコが休めばいいのよ。そう。キーコが休めば揃う。私は着ないけど、それ。
そろそろ休むのはベニーだと思ってる。うん。可愛いけどね、この服。ヘイヘイ。ヘイヘイの動き、ユータちゃんにもやらせたいな、頻繁に。ってなるともうこれだよね。ちょっと待ってよ、青色、青色。青多いわね。これって手もあるわよ、一人だけ。ねえ、意味わかんないもんね。無難に行くならこれだよね。うわ、一人だけこれちょっと面白くない？ちょっと面白いよな。これにします。やっぱほら、三者三様でいいんじゃない？ねえ。やっぱほら、だって Perfume とかだって3人とも別に、まあ、テイスト同じだけど、形違うじゃない。まあこの子たちの場合、何もかもが違う気もするけど。まあ、やりに行きましょうか、とりあえずね。ココがいる。ワカがいる。ハテナがいる。ハテナは何？どうした？誰？マイカちゃん。あー、バラ編のイベントね。また来てね。ひどい。以上、キーコたち優先なんでごめんね。うん。エツコだ、エツコ。ティラミスじゃなかった。ティラミス女子まだかなっていう。まあベニーからかな。うん、どんなんでもいいんでしょう。どうしようかな。やっぱちょっと最近いろいろ増えてきてるから髪型が。でもやっぱチリチリヘアだけはしてはいけないと思ってるのね、これだけは。うん、やっぱアイドルだから、彼女たちはやっぱりね。アイドル、アイドルな。いや意外と普通に可愛い気がするけどな。これ普通に可愛くない？可愛い。で、赤でしょ？ちょっと明るくしようか。明るくしてあげて。あ、これいいじゃん。はい。え、可愛くなったよね。どうかな、もうほんと。そうそう、コンテストのために髪型も作っとかなきゃいけないのよね。そうなのよね。はい。青みにはもう決めてんのよ、これっていうの。これ。前髪ってもうこれしかできないんだ。そっか。まあでも、いいんじゃない？どうや？おでこ出してる青みって初めてじゃない？ほら、今着てるドレスにもちょっと合ってるよね、この髪型ね。うん。メイクが一番困る、でも。正直変えようがないじゃん。困るよね。なんかキーコって今までちょっと可愛い子ぶってたって言い方よくないわね。その可愛い担当だったじゃない？
ちょっと一回はネタに走った方がいいんじゃない？ね。飽きられちゃうよ。やっぱ同じキャラをね、石で居続けるっていうのは。どうしよう。これじゃない？別に言うほどネタでもないんだけど。ビスケット。でも可愛くない？ほら。まあ服には合ってないね。ごめん。そうだね。服に合ってないね。コンプ出てるんだけど、この人大丈夫？可愛い部屋にしてほしいわ。おう。まとめますか？そういうの困るんだけど。全然情報ない。これでいいんじゃないの？女の子っぽいっていうのがさ、何を指して女の子っぽいって言ってるのかが分かんないからあれだけど、なんかもう黒髪にしたら、もう女児ですって。うわ、ちょっと圧すごいね、今ね。女性っぽい感じが良かったらしいわよ。あらあら。まあいいわよ。彼女はネタキャラだから。お、あ、ドーリー縦ロールだ。ついに来たよ、縦ロールが。で、このままね、メイクの方にも移動しましょう。はい。変えようがないのよね。どうしよう。何変えたらいい？もう眉毛ぐらいだよね、変えても。ちょっと赤強くするか。そうよね。こんなもんかな。何が変わったのっていうレベルなのよ。ごめんね、これでお金取ってるの本当申し訳ない。返したいもん、お金むずいよっていう。1万3000円よ、だって。これさ、夜になったらさ見れるわけでしょ。見たいよね。誰が今回休むんだろう。いい子に似合う眉毛ってあんま、丸眉にしてみようよ。大丈夫か？大丈夫よね。うん。まだ焦る時ではないわ。そうね。リップの黄色ってむずい。おお、バナナ。うわ、マロになった、マロに。ほら、結局見えないから。よし。あと、青みね。もっと眉毛を凛々しくして、
そうね、恋に越したことはないわね。でアイラインもそうね、マスカラはこれでいい。カラコンちょっと変えて、地味変わっちゃいるよ、変わっちゃいるんだけど地味よね。まあでもいいんじゃない。うん、よし。え、見に行きたいよねライブ。ちなみに今ねお時間が夕方なんですよね。夕方じゃやってないもんね、確かね。そうだよね。これ。まあ、待つのは無理だな。そうね。じゃあどうしよっか。どっか行く？久々に。そういえば、あの、屋敷ってまだ、なんか、多分イベント全部は見てないよね。どうなんだろう。うお、すごいね。今日は車でここまで来ました。初ドライブなのです。とても緊張したのですが、パパが死なので安心でした。へえ何か囲まれると童話の主人公になったみたい。フリフリのスカートとかでコーデしたい気分になっちゃいますよね。今度ここに来るときはハートレースのスカート。ああ、今さらだドレスのやつだよね。すごい今更だったね。こんにちは。何の情報今の、うん、栗ご飯いいな、食べたい。銀次と喋りたいんだけど私、うん、焼き芋焼き芋、花子焼き芋好きなのね。でも好きそう。彼は無免許、無免許と。はい。マホ。うん。カフェストリートにあるオープンカフェによく行くんです。うん。いや、ティラミスだよね。で、食べたいのよ、私もティラミス。タイミングがね、合わないのよね。どうしましょう。ミサエ頼む。ティラミス。そうですか。ヘレンさんは無視して、そうね。じゃあ自分のお店でもやりますか。うん。あ、分かった。ちょっと待って。自分のお店じゃないわ。あの。コーデ作る、コーデっていうか服作ろう。うん。チェリーベリーと、ちょっとごめんなさい。私もと違うブランドとやりたいんですよ。何のコラボだろう。タイツね。これはやりましょう。うん。やりましょう。うん。やっぱね、ガーリーで自分でデザインしたタイツがあるっていうのは、何の話したの今。聞いてなかったらごめんなさい。うわ。すごくない？我が強いよね。ひなた断っても来るんだけど。あ、来たらん。よし。ドレスか。やりたいやりたい。うん。ウェディングドレスをデザインしていただきたいと思います。ベースは白で。プリンセスドレス。結構条件多いわね。まあいいわ。じゃあこの2個やりましょう。うん。でも楽しいよね。
え、何？なお。何あのお部屋。批判かな？いいですよ。あんたの犬ではないんだけどね。まあ、あんまり噛みつくと良くないからね。だってプリンセスドレスって言ってたよね。これ。これ。え、レース？ハートレース。え？白でしょ？だってベースは。あ、黒かわいいね。え、かわいくない？黒。ね、これはね、だから、でもね、ウェディングとして黒入れるのってダメだと思うんだよね、私。まあいいわよ。別にこれ、ウェディングとして売らないから。衝撃の発言。どうせだってうちの店に来る人たち、ウェディング多分関係ない人たちだから。なんかコスプレ用でみんな買うから多分。うん。これでいいわよ。わお。私は結構好みだけどね。大丈夫？ちょっと不満があったら言って。くれたお金ありがとう。やっぱヘルが好き。クマさんタイツ。あ、そうだ、これクマさんのさあれができるようにしなきゃいけないんだよね。待って、これさ、どこにクマさんいるって言ってた？やべ、ちょっと次回だなこれ。自分ので多分動画編集してる時に気づくんだろうな。あ、なるほどねとか言って。なのでちょっと今はできないね。じゃあ写真でも撮り行きますか。うん。誰と撮る？なんか撮ってない人と撮りたいけどね。二人で。ローラはなんかイベントで撮ったしねえ。誰撮ってない？あ、海の家の人だ。そう、撮ってないね。撮ってないけど別に撮るほどなのかって感じだもんね。カズキ、趣味昆虫採集だって。あれ、銀と取るって手もあるよね。ケイジ君もありだな。ケンタは前取ったのよね。そうね、誰がいいかしら。でもこうやってさ、なんかプロフィール見るのも楽しいよね。うん。あ、この人、何、仕事デザイナーさんだったらしいわよ。色白美肌目指し中。だいぶ白いけどね、すでにね。うん。自信持った方がいいわよ。そうね。気象予報士らしいよ。びっくりなんだけど。恋愛小説家。まあそうだったね、確かにね。この子すごいね。なんか言われてみれば私さ、ジュエリー以外でさ、好きな女の子キャラあんまいないな、言われてみれば。なんか名前見てだってバッと、あ、この子ってなる子、いないもんね。赤は好きだけどね。やべ、今回マジでいないんだけど。リクやばいね。レイジって誰だっけ？レイジにします。そうだね、レイジ、ちゃんとメインキャラではないか。
え、待って、あの占いの人って名前なんだった？私あの人と写真撮りたい。え、占いの人名前なんだっけ？ちょっと待ってね、ごめんねレイジね。占いの人、占いの人な、吉野じゃない？全然違ったわ。仕事声優だったんだけど、すごいね、あんた。うわぁ、わかんないわ。これ多分ね、あれで、だから、ガルモプロの皆さんからしたら、名前もわかってるからね、あいつだよって。てか、ここにいるのかな、そもそもあの人って。全然名前思い出せないわ。こうやってパッと見てても全然、あ、これじゃんっていうのはノリエじゃない？全然違ったわ。マジ名前なんだっけあの人ね。作業じゃない？スズランは絶対違うのよ。会いに行くか。もう会いに行こう。出ているかどうかわかんないけどね。うわ、名前なんだっけ。なんかもう占いの人ってイメージでしかないから、名前を全然覚えてないね。好きなんだけどな、あの人結構。いた。つくようだ。やめときます。つくようっていう名前を聞きに来ただけだからごめんね。つくよだ、つくよ。つくよと写真撮る人ってあんまいないんじゃない？ねえ、なんかそんな感じする。つくよ、つくよ。え？あ、いた、つくよ。趣味、卵細工。一言目も謎、正体不明。詳しいね、も私のことを知りたいの？ダメよ。おしゃべりをして聞いてちょうだい。あら。すごいわね。いい女ね。心が外に移れば面白いのかしら。すごいわね。なんかやっぱ、彼女と言ったら、海辺のイメージじゃない？いつもいるよね、海辺にね。ここだよね、イメージ的に。まあ楽しい。すごい、もうなんか独特。少し楽しみみたいよ。かわいい。やっぱアップでしょ。結構かわいい顔してるよね、こう見ると。なんかもっと妖艶な人ってイメージだけどさ。あ、これかわいいな。これかわいい。これにします。で、フリームはね、そんなにしなくていいと思う。こういうのでいい。こういう普通のシンプルなので。色的にはどれが合うかな。やっぱ紫じゃない？つくよのイメージだよね、これで。ゆうたちゃん、ちょっと笑顔引きつってる感じもね、可愛いよね。はーい。バッチリ。やばい、写真消してない。ちょっと消さなきゃ。はーい。いいフォトね。祝福を受けているかのよう。あら。私も楽しかったわ。あら。つくよと仲良くなったんじゃない？なんかちょっとだけ。
よし、ということでですね、そうね、次回からのガルモ、あ、待って、かわいい。これ、待って、かわいくない？これちょっとアップにしようよ。あ、かわいい。やっぱね、いいよね、ハロウィンってね。かわいいわ。はい。ということで、次回からそうね、どうしようかね。何しようか。まあ、お店やりつつ、ファッションショーのチケット売りつつ、で多分まあ、あの3人のね、ライブが多分次回見れると思うので、だから夜やろうと思うので、そうです、そんな感じですね。まあ、なんか本当に、何かしてる傍ら見ていただいたら、暇つぶし程度に、なんか、ね、ラジオ感覚で。はい、ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。